と名作になるわ。ああ、見えるわ、白黒に輝く色鮮やかな衝動の渦、すべての思いがここにある。モノクローム・インパルス。ポチ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 。余計な仕事増やさないで。締め切りを守る作家、まさか存在していたとは。ボスです。ああ忙しい忙しい。え、原稿上がったんですか。やったー。打ち合わせは体当たり。おう、差し入れです。締め切りを守る作家、まさか存在していたとは。トラブル解決も編集者の仕事ね。は？できてない？1ページも？次の企画思いついちゃった。ネーム、オッケーです。この思い、私が届けてみせる。いいネタね。オチはどうする？世界は有限、想像は無限。あなたが綴った感情は、きっと誰かの世界を変える。モノクローム・インパルス。原稿もこのくらい早く片付けてくれると助かるんだけど。霊気再臨すると服が変わる、素晴らしい文化よね。思えばイリアから、黒って服それしかないの、かわいそうみたいなマウントを取られ続けたものよ。そんな日々の恨みが私をアベンジャーにさせたと言っても過言ではないのであった。北斎漫画って知ってる？その名の通り、葛飾北斎が描いた漫画っていうかスケッチ集なんだけど、線とか表情とかポーズとか現代まで通じる漫画っぽい表現をあの時代に開発しまくってるのよね。本当にすごい画家だと思う。もし現代に北斎がいたら、一体どんな漫画を描いてくれるのかな。って、いたわ、カルデアに北斎いたわ。そういえばなんならサバフェスにいかがわしいサークル名で参加してたわ、あの画狂老人マンジー。ちゃんと食事とってる？顔色悪いし、睡眠時間も足りてないんじゃない？あなたが頑張り屋なのは知ってるけど、倒れちゃったら元も子もないんだからね。やっぱり作業だけじゃなく生活全部を管理しなきゃダメか。よし、わかったわ。これから私が24時間あなたをサポートしてあげる。仕事も休憩も食事も睡眠もお風呂もトイレも全部私が管理してあげるから、あなたは何も考えなくていいわ。遠慮なんてしなくていいのよ。これも編集者の仕事の範疇だからね。さて、それじゃあ今日の作業は16時間としましょうか。2時間おきに立ってストレッチとトイレを。ああ、こら！逃げるな！